おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3567です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立てをね行いました、こちらフィギュアライズスタンダードの篠宮キコル、こちらね前回作ったということで、今回ねこちらね可動範囲とか、あとは表情パズル交換とかね、武器の保持とか、そういうねギミック系やっていきたいと思います。で、動かす際に注意しなきゃいけない部分とかね、そちらもね結構あるんで、その辺のねお話もしていきたいと思います。とりあえずパーツはねちょっとずらしまして、よいしょと、はい、こちら本体ですねを見ていきたいと思います。とりあえず正面がこちらですよ、横がこんな感じ、後ろですよ、で反対側、そして上という感じになっております。まあ装飾というかね、その辺はね非常に少なめなんですけどね、果たしてこれがどういう感じなのかというか、ちょっと気になる形と。では早速可動範囲、頭部に関しましては首部分で左右に動かすことができますよ。上はこんな感じ、下ですよと。で、首部分に関しましてはこちらですね、ここのジョイント部分をね利用することによって大きくね後ろ方向に動かすことができるっていう感じかなと。ただここですね、気をつけなきゃいけないのは髪の毛パーツ、こことここ、後ろのちょろっと出てる2本ですね、ここの部分というのがかなり細いです。なので動かすときにえいってやるとね多分折れるんで気をつけましょう。あと左右に動かすときに肩パーツっていうかね、こういうところに引っかかってしまうと多分ボキッといくんでね、こういうところは気をつけた方がいいと思います。横の可動に関しましては頭部パーツのこのボールですね、この部分のみとなっておりますけど、まあ干渉さえしなければ可動域は広いと思いますよと。で、ツインテ部分に関しましては根元ですね、このところのボールでね止まっておりますんで、グリグリ動かすことができると。ただここに関しましてはね、ジョイントっていうよりもボールでプチッとはまってるだけなんで、こちらの状態からね大きく上にね跳ね上げるとかね、そういう機構はありませんので、基本的にこの形でねキープという感じかなと。説明書とかね箱のイラストのような感じで大きく動かすことができないというね、そんな感じになっておりますよと。はい、で次腕ですね。腕に関しましては根元部分でグリグリ、肩甲骨部分ですね、こちらの部分というのが引き出し機構になっておりますんでね、グイッとね前に出すことができると。これを利用することによって武器のね両手持ちも可能みたいなね、多分それぐらいはいけるんじゃないかなと思います。で、二の腕のロールというよりも肘関節の上の部分でのロールが効きますよ。肩パーツ自体はここですね、根元の部分はボールなんで、一応ここでねグリグリ動かすことができると。あと組み立て段階でも言いましたけど、内部のねこちらのパーツの内側にね入っているボール部分、ここというのが動かす時にねカパカパするんで、こういうところでね接着ねできるところはしておいた方がいいと思います。で、肘に関しましてはこんな感じで、ね、曲げることができて、手首パーツはこうね、ジョイント式でハマっておりますよと。一応構造的には30ミーツシスターとかね、そちらと同じような感じになっております。今ね、吹っ飛んでいきましたけど、ここの部分というのが、手首ジョイントに対して手首パーツがズボッと入っているというよりも、手の甲のパーツの方がここに止まっていて、こちらのところに対して手首パーツがハマっているという感じになっておりますんで、ちょっと外れやすいね、感じだと思いますけどね。まあ一応こんな感じ。ちょっと手首パーツ回収しますね。はい、回収完了と。なのでちょっと外れやすい感じがするんでね、角に動かした時にパーンと飛んでてねなくす可能性がありますので十分気をつけましょう。で、手の甲のパーツのね予備というのがありませんので、この形で作って接着、他のやつも作ってっていう形ではなくね、手の甲のパーツは残しの状態で交換するんでね、甲の部分が緩んできた時には外れやすいね原因になりますんでね、いろいろ対策はねしておいた方がいいと思います。水平はこんな感じでね動かすことができますよと。ただ髪の毛パーツですね、どうしてもここ干渉するんでね、動かすときには気をつけた方がいいと思います。ボディに関しましては胸部ですね、ここのところでグリグリ動かすことができます。引き出し機構とかは特にありませんよと。で、腰部分に関しましては、胸部腹部腰っていうね3ブロックではなく、ここはワンパーツなんでね腰のひねりは効きません。なので胸部でね動かす感じになっております。サイドアーマーのここの部分に関しましてはね、一応ボールで止まってるんでね多少の可動ができるのと、ホルスターの方もねこういう風に動かすことができますよと。ただここ自体はね跳ね上げるとかね後ろに逃がすとかそういう機構はありませんのでね、足の可動のね干渉にはねちょっとなるのかなと思います。一応何もしない状態の開脚がこんな感じで前後かなと。股関節部分の引き出しですね、まあここもいつもと同じような感じで動かすことができますんで、これを利用すればまあこんな感じで、ね、前に出すことができるという感じです。で、もものロールですね、ここの部分でのロールが効きますよ。膝は二重関節でここまで深く曲げることができると。足首はジョイント式でねこういう風に動かすことができて、上下の可動もねできると。つま先の可動は特にありません。で、足の構造自体はね膝の曲げとかね足首の可動とかね左右とも共通でね動かすことができますけど、
ここの部分のね、見た目の違いはありますけど、ちゃんとね、両方ともロールが効きますんでね、この部分はしっかりとね、稼働するんでいいんじゃないかなと思います。はい、基本的な稼働範囲はこんな感じになっております。まあ干渉源にね、なりそうな部分というのがまあ若干はあるのかなと。特に髪の毛パーツですね、ここの部分が引っかかってね、折れてしまう可能性があるんで、そこの部分は十分気をつけないとね、あっという間に壊れるんで気をつけるね、形になると思いますけど、まあ非常にね、良い作りだと思いますね。はい、で台座のお話をねしていきたいところなんですけど、こちらに関しましては簡易ベースがね特についてきておりませんので、別途ね自分で用意する必要性がありますと。で取り付けるポイントのねお話ですが、背中向けましてね、こちらの部分のここですね、上の4つ、ここは外れず、そのすぐ下ですね、これも外れずに、その1個下ですね、なのでちょっと外れる部分が非常に分かりづらいんですけどね、一応こちらね真ん中の部分、ここ1箇所が外れますと。そうすると穴がね露出しますんで、そこに対して支柱をねぶっ刺すという感じになっております。で足自体がねそんなに大きくないので自立しづらいんですね。で髪の毛パーツも先ほどね言った通り結構とんがってるんで、あと細いんでね、倒れた衝撃で折れてしまう可能性がね大いにありますんでね、台座の方はね別途ね用意しておいた方がいいと思います。はい、とりあえずね基本的な可動範囲とかに関しましてはこんな感じとなっておりますので、次に表情パーツのお話をしていきたいと思います。とりあえず今つけてる表情パーツは付属の印刷済みのやつになっております。それ以外の3種類ですね、こちらにね用意してありますよと。こちらとこちらとこちらという風に3種類ありますよと。で全部ね正面目線にしておりますけど、これに関しましては付属のデカールですね、この中から正面目線だけを選んでつけております。なので正面目線ではなくね、右作りたい人は右で作ればいいし、左で作りたい人は左で作ればいいですよと。それ以外のね目閉じとかね、こんな感じでね瞳デカールついてきておりますんで、まあ選んでね作ることができると。ただのっぺらフェイス自体は今あるこちらしかねありませんので、これをやめたい人はこれを剥がしてしまってまた貼らなきゃいけないと。しかもこれを見るとですね、正面右左、正面右左ということで、正面がね2個あるとかね、そういうわけではありませんので、正面プラス右とかね、そういう風にしたい場合は同じキットをねもう1個買ってきて、それで作るしかないっていう感じになっておりますんでね、できることならのっぺらフェイスがねもう1個ぐらいあってもねいいのかなと思いますね。一応こんな感じで作りましたよと。でまあデカールの貼り方に関しましては説明書の方にもね一応載ってはおりますけど、まあ私的には説明書をね位置関係で把握するっていうよりも、とりあえず頭部パーツをね用意してあげまして、こちらのですね表情パーツを外した形ですね、まあこの形でねとりあえず用意しておきますよと。で作りたい表情パーツ、今回これでねいきたいと思いますが、作りたい表情パーツを仮にはめます。でデカールの方をね水で濡らした状態にして、こちらのところにマークセッターを塗ります。そしてデカールを乗せて前髪をセッティングしながら、あとは爪楊枝とかを使いながらね位置調整をちょんちょんして全体をねなんとなく見ますよと。でそれでなんとなく決まりましたら、綿棒の方で水分を吸い取って、それでもしダメだったら再度ね水を含ませてあげて再調整、良くなったら吸い取る、それで完璧になったら前髪外して最終的に水分を取るという風にして、ちょいちょいね調整しながらねやった方がいいと思います。一発ではね多分決まらないと思います。あと説明書のねなんとなく鼻の位置からこれぐらいどれぐらいっていうね、そちらのなんとなくのガイドでやると最終的に組んだ時に変な感じになることがね多かったので、今ね言ったやり方をした方がいいんじゃないかなと。とりあえず表情パーツの交換に関しましてはね、流れでやってしまいましたけど、前髪外して元々ついてるやつを外します。で選択したやつを組み付けて前髪をね戻してあげると表情パーツの交換ができると。で交換する時にはねこちらの髪の毛パーツがねちょっと破損しやすいと思いますんでね、脱着の際には気をつけましょう。交換した結果はまあこんな感じになっておりますよと。まあ先ほどね言ったやり方ですねをやっておりますんで、なんとなくね安定して貼れたんじゃないかなっていうね、そんな感じになっておりますよと。とりあえずね今のこの形というのはデカール貼っておしまいになっておりますんでね、爪とかでギッてやるとねデカール剥がれてしまいますんでね、ここに関しましてはちゃんとねトップコート拭いてねコーティングしてあげた方がいいと思いますね。一応取り付けるとこんな感じ、同じ方法でこんな感じでね別の表情パーツも作っておきましたよと。であとはマスクですね、こちらに関しましてはここのですねシートを使うことができますよと。とりあえずその形もねやってみようかなと。で付け方に関してまずは横のねポニテパーツは外しますよと。
で、前髪も外して表情パーツも取りますよと。で、表情パーツがですね、外し終わりましたら、こちらのですね、マスクがない状態のフェイスパーツですね、これを用意してあげて、ここにね、セッティングしてあげますよと。これが用意できましたら、こちらね、シートを用意すると。で、シートに関しましては、横のですね、ここの大きいやつ。これは余剰品というかね、ゴミなので、外してしまってね、ぽいですね。で、中身に関しましては、こんな感じでね、ペロペロとなっておりますが、こちらのね、両サイドですね。この端っこのやつというのが、こちらにね、あります、大型のね、こちらに取り付けるスリングっていうね、やつになっておりますので、マスクのパターンはこの真ん中ですね。で、しかもこの真ん中の中から、中間にですね、一応、切れ目が入っておりますんで、そこでピッと切ると。で、もう一箇所ピッて切ってあげると、こんな感じでね、ちょっと独特な形のね、こういうものが出来上がると。これがマスクですね。で、こちらのね、やつを用意しましたら、表がレザー調、裏面は完全にね、布っぽい感じですね。このレザー調のやつを自分側に向けますよと。で、こちらのですね、切れてない方ですね、の、こちらのところに、真ん中にね、穴があるので、それをですね、こちらのフェイスパーツの、こちらの突起部分に対して、ぶっ刺しますよと。で、組み付けるとこんな感じ。これができたら、髪の毛を回避させながら、ぐるっと回す。で、こちらの短い方ですね。短い方がそのままぐるーっと回ってきて、こちらのところに、また刺さりますと。その時に、こちらね、髪の毛2本ですね。ちょんちょんと出てる。ここの上を行くようなイメージで、こんな感じでね、工夫しながら、ここにバチッと刺すと。で、もう一本の長い方ですね。こいつは、耳の上を通りながら、ぐるーっと回っていって、また同じく耳の上をね、行くようにしながら前髪逃がしていって、こちら中心部分にぶっ刺すと。そんな感じで組む必要性がありますんでね。ちょっとここはね、やってしまいたいと思います。はい、なんとか通しましたよと。これが用意できましたら、マスクをここに組み付けると。はい、こんな感じですね。で、あとは前髪パーツを元の位置に戻して、外しておいた髪の毛パーツですね。横のツインテパーツ。これを元の位置に戻してあげますよと。そうすることによって、マスクのね、装備状態。まあ一応完璧版と言いますかね。こんな感じでつけることができると。これもですね、こちらのバンドっていうかね、これをなしの状態でもね、組むことができますので、まあよりリアルをね、求めるんだったらこの形かなと思いますよね。まあ一応こんな感じでつけてみましたと。で、あとは頭部パーツをね、ここに組み付けてあげれば、マスクありの状態、プラスシートを使ってね、こんな感じで、バンドとしてね、巻いた形ですね。こういう形にすることができますよと。ただこれをやると、表情パーツの交換がね、めちゃめちゃめんどくさいわけですね。マスク外して、ベルトを外して、で、表情パーツ取って、別のやつを組み付けて戻す。またこちらするときには、表情パーツ組み替えて、ベルトを巻いてって感じになりますんでね。頻繁に表情パーツを交換する方であれば、こちらシートは使わないパターンの方がいいかと思いますよね。まあ一応こんな感じでつけることができましたよと。はい。では、武器の保持をやっていこうかなと。で、武器の保持に関しましては、そのままね、手首パーツに対してこいつらをつけていけば OK というね、OK なんですけど、とりあえずハンドガンからいこうかなと。ハンドガンに関しましては、こちらにね、ホルスターのところにはまっておりますけどね、これはね、横に引っ張ってね、抜いてあげると。これはですね、中に入れるやつなんでね、これは抜いてしまって、別なハンドガンを用意しますよと。で、こいつはですね、先ほどちらっとね、手首パーツ吹っ飛ばしましたけどね、ここをこういう風に外しますよと。で、こちらね、外した手首パーツ、手の甲の部分に対してつけていくと。で、これに対してつける手首パーツっていうのがこちらですね。で、もう一個ね、あるっぽいんですけど、こちら平手ですね。で、こいつは下からね、サポートするような手首パーツになっておりますんで、実際の手首パーツはこれ一個しかないですよと。で、まあこれをね、ズボッと差し込んであげて、あとはこいつに対してね、ハンドガン差し込んであげれば、こんな感じで、ハンドガン装備状態にできましたと。これと基本的なね、構造は一緒で、これ取ります。こちらの斧に関しましても、このね、グリップを起こしてあげて、ここにブスッと刺してあげる。で、あとは蓋をね、閉じるような感じでパチンと入れてあげれば、こんな感じでね、斧の方も作ることができましたと。まあ、あとこの辺をね、サポートするときに、通常のね、平手でもいいですし、ちょっとね、角度がついたこいつがあるんでね、これを使ってサポートするとかね、しっかりとね、構えることができるという感じになっておりますと。はい。で、
こちらね、大型のね、武器に関しましては、こいつはですね、この状態だと多分つけることが厳しいんじゃないかなと。なので、ここのパーツをね、外してあげると。ちょっと分かりづらいんですけどね、ここのパーツというのが、ここにね、このパーツが挟まってるわけですね。これを外すことによって、ハンドガンとね、同じような感じでフリーのね、状態にできますんで、あとはこの状態でね、スポッと差し込んであげて、装備できましたら、こちらのパーツをここに組み付けてね、固定するような感じにすると、こういう風につけることができると。で、まあ、あとこいつをね、構えた時に、左手でね、この辺をサポートするときに、この手首パーツをね、使ったりとかすれば、OK という感じになっております。まあ、これで非常にいい感じですね。で、今回つけておりませんけど、こちらのところにね、先ほどのシートですね、これをね、切ってね、つけることによって、スリングですね、をつけることができるという形になっておりますね。首からかけるとかね、肩にかけるみたいな、そんな感じでね、マウントさせることも可能という形になっておりましたよと。はい。いかがだったでしょうかね。こちらに関しては、髪の毛パーツ、細い部分がね、あるので、気をつけてね、通りで使わないとね、あっという間に壊れてしまう可能性はあるんですけど、出来はかなりいいですね。全体的に、例えば腕が長すぎるとか、足が長すぎるとかね、全く動かないとか、そういうところが全くなく、非常に良い仕上がりですね。で、表情パーツに関しても、マスクありを含めても4種類あるので、そのうちね、3種類は自分でね、デカール貼る必要性はありますけど、それもね、かなり良い出来なんでね、これはかなりおすすめだと思いますね。で、可動域も広いですし、装備品もハンドガン、一応こちらのライフルとかね、斧とかね、バリエーションもね、充実してるんで、非常に良いと思います。ただ一点惜しく感じるのは、台座がついてこないので、しっかりと飾りたい場合はね、自分で用意しなきゃいけないんでね、ここの部分はまあ簡易ベース的なものがね、ついててくれればね、さらに良かったかなって思いはね、しますけど、これはかなりいいと思いますんでね、もしね、気になっててね、悩んでる方はね、ぜひとも入手してね、作って楽しんでいただければと思います。はい。ということで今回ですね、フィギュアライズスタンダードの篠宮キコル。こちらね、可動範囲とか表情パーツの交換とかをやっていきましたよと。はい。ということで、次回ですね、次回もね、また、フィギュアレズスタンダードね、作っていきたいと思います。で、まあ、こちらに関しましてはね、つい最近もね、やりましたけど、とある作品がね、映画化して、そちらにもね、登場するキャラクターですね、そちらをやっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。